池松壮介さんです。そして画面にもご注目ください。続いてこちらの方です。浜辺美波さんです。そして画面にもご注目ください。それではお二方ステージセンターへお越しください。改めましてこの場をもちまして新仮面ライダー初のキャスト発表となります。大きな拍手でお迎えください。本日会見に駆けつけてくださった皆さんです。本郷猛を演じることになりました池松壮亮と申します。いきなりこんな姿でもうよくわからない感じになってると思いますが、ちょっと説明しますと、この映画、まあ、これから撮影なんですけど、まあ、アクション練習を詰めていたところ、昨日一昨日ですかね、人体の部分ちょっとよく僕も分かってないんですけど、まあ、1週間とりあえず足を、つくなということで、まあ、撮影には支障なく、なんて説明すればいいのかわからないんで、もう主人公が改造手術にちょっとだけ失敗して撮影には支障がないようだっていうふうに書いていただければなと思います。よろしくお願いします。池松さんありがとうございます。さあ、そして緑川瑠璃子を演じられます浜辺美波さんです。お願いします。はい、緑川瑠璃子役を務めさせていただきます浜辺美波です。本日はどうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に脚本監督庵野秀明さん、お願いいたします。脚本監督をやらせていただきます庵野秀明です。今日はよろしくお願いいたします。さあ、新たなサイクロン号が登場しました。そうですね、驚きました。驚きましたし、それよりも何よりも庵野さんが新仮面、ちょうど1年前にお話をいただいたんですけど、仮面ライダーを準備しているっていうこと、そのことにものすごいワクワクしましたし、まあいろんな、なんかなんていうんですかね、軽々しく引き受けられるものではないなと思いつつ、これだけ素晴らしい挑戦に自分もなんとか、参加して力を出せたらなと 思いました。ありがとうございます。浜辺さんはご出演のお話を聞いたとき、率直なご感想というのを思い返されていかがでしょうか。私自身仮面ライダーという存在が小さい頃からすごく大好きで、とてもヒーローのように心の希望の存在だったので、まずその存在のお話に、関わることができることと、そのお話を庵野さんが原点を描かれるということで、どういう物語になるんだろうと、それにヒロインとして出演できることは本当に驚きでしかありませんでしたし、今でも現場に入ることがとても緊張しています。理由ですか。はい、はい、まあ、池松くんはオーディションに来てくれたんで、オーディションの時すごい良かったんですよ。で、50年前の仮面ライダーとは、池松くんがやるんだったら違う本郷猛になってくれるんじゃないかと、僕の中では藤岡弘さんがやっている本郷猛っていうイメージがものすごく強くてですね、なんかこれを踏襲しても自分では消化できないと思って、別のキャラクターとしての本郷猛を、まあ、作らざるを得ない時に、池松さんすごいこのイメージ的にいいなと
思いました。浜辺さんはヒロインどうしようと思ってた時にですね、会社に東宝のカレンダー貼ってるんですよ。でその時の月がちょうど浜辺さんだったんで、あ、この子いいや、なカレンダーで決めました。でその後かけ狂いというご支援なさってる映画を見たらですね、すごい良かったんで、あ、自分の勘は正しかったなと。そうなんですよ、カレンダーですよ、よかったね。東宝のカレンダーも役に立つんだよ。はい、発行している甲斐があります、ありがとうございます。はい、という塩梅でございます。はい、ありがとうございます。はい、まあこれから、撮影ということで、なんとかいい作品になるように、皆さんに注目していただけるように頑張ります。はい、頑張ります。とにかく、この国の夢といいますか、そういうものを引き継ぐつもりで、覚悟で、50年ぶりに何か新しいものを、何か、生み出していけたらなと思います。怪我には気をつけます。ありがとうございました。池松さん、ありがとうございました。それでは浜辺さん、メッセージをお願いいたします。はい、私自身仮面ライダー、新仮面ライダーという作品でヒロインを務めさせていただけるということは、何年前の自分に言っても本当に驚くことではありますし、それに対する感謝の気持ちを持ち続けながら、先ほどもとかぶってしまうんですが、庵野監督、そして仮面ライダーにしがみついて毎日乗り越えて、素敵な作品作りに役割を果たしていけたいなと思っております。私も怪我には気をつけます。よろしくお願いいたします。同じ頃に育っていた今60とか61なんですけど、そういう人たちにが、あ、こういう仮面ライダーもいいなと今見て思ってもらえるような作品を作っていきたいと思います。でプラスして2号が好きだったちょっと下の世代の当時子供だった人、いや平成から見た人、まあ、令和から見た人、いろんな仮面ライダーを好きな人がものすごくいっぱい、もう50年もやってるシリーズなので長いですけど、そういう人たちにもう可能な限り楽しんでもらえて、面白いと思ってもらえるような作品にして、なおかつ今テレビ日朝でやってるライダーとはまた違う新しいラインという仮面ライダーというのが、まあ、うまくまとめて作れないかなというところもあります。僕だけが楽しいものにはしたくないんですね。まだ撮影はこれからですけど、で公開も、まあ、1年半ぐらい先になりますけど、その間面白いものに仕上げるように頑張りますので、皆さんよろしくお願いいたします。いかがでしょう。